体調不良で検査入院している藤井財務大臣は、閣議の後、鳩山総理に体調について報告しました。検査結果は週内にも出る予定で、国会対応などは医師の指示に従うとしています。検査入院してそろそろ10日になりますと、結論を出してもらう時期に来てると思いますと、これだけ申しました。検査結果次第で何か身体に影響したりという可能性はあるんですか？家庭の問題はお答えできません。藤井大臣によると、総理は説明を黙って聞いていたということです。藤井大臣は午後になって再び官邸を訪れ、平野官房長官と会いました。検査の中途過程をお話したんです。それは医師から静養を求められた場合には、18日から始まる通常国会での予算案の審議に影響が出る可能性があります。